はい、ここからはですね、ご当地ソングについてのコーナーをお届けします。まあ、ご当地ソングというのは主にですね、日本の歌謡曲、ポピュラーやですね、演歌、民謡のジャンルの一つで、タイトルや歌詞に都市名、地方名、各地方の風習文化、地形に関する事柄などを取り入れることで、地方色や郷愁などを前面に打ち出した楽曲のことです。まあ、いつも話すんですけども、私が小学生か中学生の頃、三河健一の柳瀬ブルースっていうのはですね、1966年、これが評判になり始めた頃、発売元のクラウンレコード、今現在日本クラウンですかね、の宣伝担当者が使い出して広まったとされています。大正後半から昭和期にかけての流行歌のジャンルである新しい民謡、新民謡も、遡って、ご当地ソングと言われることがあります。なお皆さんご存知でしょうか、水森かおりという歌手がご当地ソングの女王というイメージを持っているそうです。で、宮崎の、ご当地ソング、いろいろ皆さんご存知かと思うんですけど、古くはフェニックスハネムーンからですね、宮崎ブルース、ヒューガナダ、宮崎の二人、ウェルカムウェルカムとか、これ宮崎市、都城市ですかね、あるんですけど、延岡のないんだ、ないんじゃろかっていうようなことでですね、今、掘り起こしているって言ったらです、私が知らないもんですから。で、今日第4回目になるんですけど、あるんですよね、たくさんですね、延岡の曲を紹介して、延岡に限らず県北のですね、ご当地ソングを紹介していきたいなと思います。なお、まだ私が知らない分もありますので、こういうのがあるよという場合は、できたら原版 CD も一緒にですね、それからその歌への思い、歌われている方の思いも伝えていただくと嬉しいです。本日紹介するのはですね、ブギウギタウン延岡というですね、曲なんです。とってもですね、楽しい題名だし、曲自体も聴いてみてね、あ、いいなという感じがするんですよ。延岡市のですね、北町、中町、南町を中心として、子供から大人までですね、明るく楽しい町になるように、町がもっと元気になるようにということで、町の活性化ソングですね、これで延岡の町を元気づけたいという、作詞作曲、それから歌われている方の、思いがですね、伝わってくる曲です。後でおかけしますので、ぜひ聴いてください。歌われているのはですね、宮崎のり子さんという方なんですけど、今回に限りといったらあれですけどね、ボーカルとして宮崎のり子という名前を使ってるんですが、普通はって言ったらあれです、芸名がと言いますかね、ののんという方、 NONON というね、ののんさんっていうんですけど、私ですね、実は去年、延岡花物語というところで初めて、お会いしてですね、お話しして、で今回も、こういうのがあるよということで、今回2回目お会いしたんです。 CD をいただくときにですね、本当にこう、若くて明るくて綺麗な方なんですけど、ですね、和歌山県生まれなんだそうです。小さい頃からですね、表現したり、友達の前で歌を歌うのが何よりも大好きな女の子で、高3の時にバンドを結成して、文化祭でそれをね、歌を歌ったり劇をしたことに感動して、将来は何か表現する仕事に就きたいと強く思われたそうです。で、高校卒業後にですね、観光ガイドになられて、同じくですね、延岡市観光協会主催のミス観光延岡に任命されて、県内外に延岡の街の PR をされたそうです。この仕事をきっかけに、いろんなですね、そういう司会とか番組出演をね、されているそうです。このご当地ソング、ブギウギタウン延岡というのもですね、本当先ほど言ったように街を元気にするためですね、いろんなところで歌われてます。各地区のお祭りとかですね、それから何て言いますかね、県外に行ってでもね、されているようです。現在はですね、宮崎市内の芸能プロダクションに所属されているみたいで、先ほど言ったのんのんという形でですね、またぜひですね、興味のある方はといったらあれですけど、広げていっていただきたいなというふうに思います。
さあ、ご当地ソングですね、まあ、どれくらい続くかというのを非常にこう私自身も悩んでるんですけど、いつもお話してるんですが、三北ですよね、北川温度とか北方の江戸温度ですかね、とか北浦とかにもですねあるかと思うんです。ああいうのもぜひねかけたいなと思うし、私の知らないところにまだいっぱいですね、元気のある延岡とか、あるいは県北の地名が入った曲があるんじゃないかと思うんですね。もう一度お願いします。そういうのがありましたら、そういう思いを込めてですね、 FM 延岡あるいは佐藤宛てにですね送っていただくと、皆さんにね紹介していけるんじゃないかなと思います。さあ、それではですね、おかけしたいと思うんですが、作詞畑瀬と作曲編曲金子博則、コーラス西司、歌宮崎のり子、ブギーギタウン延岡。愛の街、北町、中町、南町。